はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、八海山の、米焼酎ですね。よろしく千万あるべし。これ千万って読むのかが全くわかんないですけど。もうわからない。本格米焼酎、木麹。これ重要です。木麹の三段仕込みとなってます。限りなく多くの福が得られるようにと願う言葉と書いてあります。本格焼酎 720ml。原材料が米かっこ国産。米麹かっこ国産米。清酒粕。となってます。アルコール度数が25度。です。製造年月日が2014年の4月となっております。うん。値段が確か1500円ぐらい。720ml でね。1500円ぐらいだった記憶があります。木麹は俺ちなみに初めて飲みますね。焼酎では。木麹焼酎は初めて飲むな。どんなもんでしょう。どういう特徴があるのか、あんま分かってないんですが。乾杯。うん。うわ。なんか、あ、これすげえ。なんかフルーツみたいな、バナナみたいな香りがする。いや、木麹だからバナナっていうことではなく、本当に、リアルでリアルでバナナの香りがする。バナナみたいな、本当に、冗談抜きで、バナナみたいな味がする。ん？すっげえ香りが強い。これは焼酎にしてはすごい香りが強いぞ。多分、黒麹と赤麹だっけ？あ、白麹か。黒麹、この、焼酎って黒麹と白麹と黄色麹があるんですよね。確か。その中で多分最も香りが強いんではないか？これは。よろしく千万あるべし。落ち着いた品格のある香りをお楽しみください。日本酒八海山の醸造技術を取り入れ、清酒酵母と木麹を使用した三段仕込みを行っています。発酵途中に清酒粕を加え、ほのかに吟醸酒を思わせる香りのあるもろみから減圧蒸留した貯蔵年数2年以上の焼酎です。ということはこれ、木麹っていうのは米麹のことなのか。そういうことですよね。まあ、わかんない。よくわかんないけど。あ、これもすごい。これもすごい。今まで飲んできた焼酎とは一線を画す香り。もうなんかバナナみたいなフルーツっていうか、多分バナナが一番近いな。香りとしてはな。本当に飲んだことない人、これバナナっぽいです。本当に。本当にリアルの問題で。飲んでなんかバナナっぽい香りがする。うん。本当にリアルで。本当に。びっくりするぐらい。バナナっぽい。うん。
まあ俺米焼酎ってそんな飲まないんですけど、ちなみに一番。麦焼酎と、芋焼酎。芋焼酎が一番好きなんですよね。で、その次が麦焼酎。一番俺飲まないのが米焼酎なんですよ。でもこれはまあ、米っていう味わいもまあ、なくはないけど、まあ、なくはないか。かといって芋焼酎ほど癖はないしな。うん。確かに麦焼酎に比べると若干癖はあるっていうか、あるけども、ほとんど、ないですね。うん。確かに米の味はするというか、清酒の味はするような気もするんだけど、まあ確かに、麦の香りもしないし、うん。芋の香りも当然しないし、まあ確かに米かなっていう感じはするんですけど、そこまで米っていう、ものすごい米の香りがするとか、そういうのはない、焼酎ですね。うん。はぁ。うん。これは非常に焼酎の中でも、香りが強いんだけど、癖はない。のは間違いない。焼酎ですね。ああ、木麹ってこんな感じなのか。まあ大体日本、米焼酎飲んでないから、米焼酎って意外と、ね、木麹仕込みの米焼酎が多いんかもしんないし。うん。これはどういう飲み方をすれば美味しいかとか全く書いてないんで、まあ何でもいいんでしょうけどね。うん。いやでも意外と米焼酎も、俺米焼酎がね、あんまり好きじゃないっていうのは、まあそもそも日本酒自体があんまりね、なんか、いわゆる安酒の日本酒の味が嫌いなんで、安酒っていうか、なんつうかな、いわゆる丸とかの味、丸とか、なんだ、ね、カップ酒のある、よくある味、日本酒が、の味が嫌いなんで、結構そういう味がね、米焼酎って結構したりするんでね、あんまり好きじゃないんですよね。主に香りが強かったりすると、米の香りがね、非常に強かったりすると、あんまり、よろしくないなっていう感じはするんですけど、でもこれ飲んですげえ、あれだな、全然香りもしないし、いや、香りしないじゃねえ。米の味っていうのはあんまりしないんで。むしろ香りが、米の香りっていうより、バナナみたいな香りがするんで、全然、すげえ、ね。うん。っていう感じですね。ちょっと米焼酎買ってみようかなって感じはします。うん。焼酎ね、日本酒のメーカーが出してる焼酎
ていうと、超有名なのが、腰の完売の、伝説的な、プレミアのね、オッズ焼酎っていうのがあるんですけど、これ飲んでみたいんですけどね。もう完全にプレミア価格で飲めたもんじゃない。で、売ってるとこも見たことないし。多分、俺も見たことないね。まあ、今度行ってみて、定価で売ってたら買いますけど、あの腰の完売のね、焼酎、おつ焼酎ってやつね。うん。これはもう、相当なプレミア価格ついてんじゃないかな。わかんないけど。星の乾杯。おつ焼酎。お盆と暮れの限定商品だって。しかもすげえ。アルコール度数40度。焼酎で40度。おかしい。焼酎で40度って。しかも、これをじっくりと約5年間熟成させて。ああ、それはもう。はい。定価がね、720ml で4150円。これ買えねえわ。うん。もう断念しよう。定価でも4000円もする。これは買えない。確実に買えない。アルコール度数40度って原酒に近いっていうか、原酒よかつえ。どうなってるんだ。恐ろしいな。星の完売の。星の影虎の梅酒とかもあるみたいですね。へえ。うん。でもやっぱ微妙だなぁ、これもなぁ。米焼酎ってさ、やっぱさ、ストレートで飲む、まあ芋焼酎はさ、ほら、ストレートで飲む分にはいいじゃん。結構香りっていうか、味わいが強いから、芋の甘さとかが。米焼酎ってそんな甘くないんだよね、やっぱね。だからストレートで飲む分にはちょっと、よろしくないわけでしょ？じゃあどうやって飲めばいいんでしょうかね、これね。ストレートで飲むんだったら日本酒自体飲むからな。焼酎をストレートで飲むっていうのもあれだし。何かで割って飲むかロックで飲むか、ロックで飲むにしてもちょっと、ロックで飲むにしても、やっぱり、ロックで飲むって言っても、ロックで飲んだら余計多分味がしなくなると思うんで。うん。やっぱそれは問題だと思うんですよね。どうやって飲めばいいんだろう？何かで割る。焼酎って割るもんだとすると、まあ、例えば、麦焼酎って結構、まあ、割るもんだったりするかもしれないですけど、まあ、ホッピーとかで割ったりするんですよね。うん。だから、何で割るのがいいのかな？ビールとか。いや、ビールでは割らないか。甘い系で割るとすれば、なんだ。何で割る？何で割って飲もうかな。芋焼酎はストレートで飲めるからいいんだけどさ、米焼酎ってどうやって飲めばいいかわかんないんだよな。米の味を活かしながら、もう、単品で飲むっていうのを、まあ。まあやっぱロックか。ストレートで飲むことはまあないな。ストレートで飲むんだったら日本酒だもん。わざわざ焼酎、度数が高い焼酎を飲む必要はないんですよ。
わざわざね。なんでかっていうと、焼酎って度数が25度。まあ、日本酒の2倍近くあるわけだ。ということを考えると、やっぱりストレートで飲むっていうと、結構、きついんですよね。度数25度のやつをストレート飲むって、まあ、結構きついんですよ。やっぱり日本酒はやっぱストレートで飲むぐらいの適度な度数。だからやっぱり、うん。ここまで来ればロックで飲むか。ロックで飲むのはまあ一つの手ではあるな。ああ、この、八海山のさ、濁り酒、八方濁り酒もこれ今度買ってみようかな、これもな。八方濁り酒。あ、三ツ矢サイダーとかで割ればいいんじゃない？これ。三ツ矢サイダーとか。三ツ矢サイダーとかで割れば意外と、なんかなぁ。まあ、あくまで焼酎ですからね。ただ癖がそんなにないんで。麦よかは若干ある気がするけど。麦焼酎よかは若干癖があるんだけど。まあ、芋焼酎か癖はないじゃない。うん。ので、これはあえて梅酒と混ぜて飲む。うん。やっぱロックかな？これはな。ちょっと飲み方とかでググるか。米焼酎飲み方とかでググる。米。飲み方。間違えた。あ、水は、まあ、水割りか。水割りもいいかもね。あ、冷凍、冷凍庫か。ああ、なるほど。冷凍庫でキンキンに冷やす。緑茶割り。ああ。いや、これ、焼酎なのか。ああ、まあ、結局、焼酎、香類と変わんない感じで行った方がいいのかな。言うてな。ソーダ割り。うん。あれ？あ、梅干し入り。ああ、なるほどね。俺、梅干し入りはちょっと飲めねえな。もう、まずい。もう、単純にまずい。なんかね、俺、梅干し大好きなんですけど、梅干し入りは飲めないんですよ。なんてなんだろうな。ストレート。まあ、これはまあ、美味しい水の水割り。なんだよ、それ。普通水割りって美味しい水で作るだろ。バカ。アホか。あ、俺関係ないけど、焼酎の鼻垂れってんの飲みたいですね。鼻垂れ。鼻垂れね。これ芋焼酎だったっけ？鼻垂れ。あ、これ飲みてえな、鼻垂れな。鼻垂れ。鼻垂れっていう焼酎があるんですよ。笑うような名前なんですけど。あ、爆弾鼻垂れか。爆弾鼻垂れっていう名前のね、焼酎があるんですが、クソ高いんですよ。もうこれ完全にプレミアですよね。値段がね、もうバカげてる。楽天で買うと 360ml で、なんと3000円ぐらいの値段で。どうなってやがるって。これ何これ？米焼酎？あ、芋焼酎だ、やっぱり。しかも度数44度。度数これ44度もあんの？高え。焼酎なのに44度って。おかしいだろ。水割りかな？
ロック。美味しい水のお湯割り。ああ。まあ、お湯割りはまあ、まあ、前日割を除下でおかんるってなんだろう、意味がわからん。前日に美味しい水と焼酎を好みの量で割った、いわゆる前日割の焼酎を、ああ、除下に入れてっていうのは、いわゆる、あれか。お湯に入れて、そのまま火にかける。はあ。いわゆる水割りの、あれか、厚感みたいなもんか。あ、前割りの厚感みたいな感じか。へぇ。おかんのやつね。はぁ。いや、でも、いいね。鹿児島のグラスいいね。なんか、鹿児島やっぱいいわ。鹿児島とかの、九州ね。鹿児島。焼酎のグラスがね、鹿児島だとなんか、メモリがついてるらしいです。なんか、どうやら、三宅とかの。ああ、こういうグラスもある。三宅グラスとかもあるんだな。いやー、鹿児島いいなー。メモリがついてて、なんかそのメモリでなんかうんたらかんたらって、水割りのメモリとか、らしいです。はあ、焼酎グラスか。まあいいっすね。グラスにこだわるのもいいです。うん。うん。まあ、やっぱ水割りとかかな。安定の水割りロックか、水割りか。水割り&ロックか。って感じでしょうかね。うん。まあ、そんな感じでいいでしょ。ね。まあ、これは、個人的に言うと、まあ、うん。でも、米焼酎にしたら非常にすごい変わった香りがするんで、いいんじゃない？バナナみたいな香りがするのはちょっとかなり特徴的ではある。まあ、甘さとしてはまあ、まあ、ほとんどないんで。これやっぱ強いですね。うん、でもこれ米焼酎好きな人はやっぱうまいんじゃない？これは。はい。3144です。ご視聴ありがとうございました。